昭和の歌姫美空ひばりには大物スターたちとの意外な交友関係が。親交の深い有名人をゲストに迎えたお昼のトーク番組では、もう初めての出会い二十何年になりますね。いいじゃないですか、年のこと。そうね、でもね、僕が一番最初にね、そのレビューっていうのかな、映画へ出た時の一番最初が、ま、マミと一緒だった。でね、トミーはね、富成さんってね、本名だからね、それ富成さんっていうところから、じゃあトミーっていうふうに呼ばせてって言ったらね、はい、失礼じゃない、マリちゃん、私のことはね、マミっていうのよ。で、なんでって、お母ちゃんみたいだから。それでトミーはね、すごいね、今でもね、今でもそうだと思うんだけどね、すごい用心深い人よ、この人。トミー、マミーの話を、他人様がね、聞きたがるでしょう。そんな時でも、普通だとね、かっちゃんだとさ、なんか全部言っちゃいそうな感じだけどさ、この人はね、絶対ダメなの。もうその手前でやめちゃうわけ。僕はね、男だからいいけどもね、マミの方に迷惑かかんじゃないかなっていう、今やったし、いいわよ、あんたみたいないい男とわざわざのなんて、外国の方にも分かるような美空ひばりになってみたいななって思う時もあるのね。そういう夢は持ってるのよ、夢はね。だから私英語が弱いでしょ。ニフネさんに伺ったんですけどね、ザ・サンね、アーランドロンとね、共演なさったね、あれ拝見したけどね、どんな人ですか、アランドロンって。どんな人ですか、アランドロン。どういうのかな、別にぶりっ子じゃねえんだけどさ。ぶりっ子じゃないんだけどさ。そして話題は移って、男の色気話に。いいでしょうね、なんですかと思うんだけど、もう年を取った今のがものすごい素敵な人が多い。もう何十倍か素敵。若い時も何にも本当に本当に素敵、今の現在の方が、男もそうかもしれないけどね、女性だってそうじゃないのかしら、やっぱりある程度こう年齢を減るとね、なんかお二方みたいになんか大変だから、なんか女性っていうことは途端に色っぽくなっちゃう。ラブシーンダメなの。だラブシーン例えばこうにするでしょ、そしたら私がね、こうにこうなるでしょ。ほら、そうするとこっちからカメラが来て、声で赤塚さんとこうにこうにしてるっていうふうに映るようにすれば、本当にくっつけなくてもいい時代だったからさ、今本当にくっつくとこまで映すけど、当時は柴田さんと今度一緒に赤塚さんとどっか行ってあげて、それでね、私はよ、私がとってもね願ってることはね、赤塚さんとか、それから黒瀬さんとかね、それから岡林信康とかね、そういうメンバーでね、うわーって飲みに行こうよって私が思うでしょ、例えばね。そしたらね、誰もついてきてもらいたくないの、週刊誌にも出たくないの、私たちだけの心の中にしまっておきた思い出にしたいわけ。赤塚さん大丈夫よね、それは、みんなに知らせたくないよね。週刊誌出たらもう結婚しちゃえばいい。誰と。僕と。もうやだ、そんな話マリちゃんやだって言っちゃダメ。今だって私困っちゃって、今どうだっけ、みそれさん、どうしよう、みそれさんなんちゃって、ちょっとやめて、やだ、どうしよう、みそれさんね。昔ね、これでもかっちゃんと私はね、週刊誌まで行かなかったんだけどね、チラッとね、結婚するんじゃないかなっていうところまで行ったのよ。噂出たね、内部だけだけどね、祇園町でさ、今なら、あれね、とにかく大勢飲んでたわけだよ、大勢飲んでた時、どうやら停電だったんだよな、あるし、部屋がさ、停電になっちゃって、うん、俺停電になっちゃって、こう酒やなんかこう飲むの、こう下がって、ふっとこう下がるのとは、ね、この手は芸者衆の手じゃないしねこうやってるうちに電気かなんかついて、パッと持ってさ、そこで大勢芝居かなんかしちゃって、大人ね、今日の話、そうじゃないのよ。そうじゃないじゃないの。何言ってんの、あなた嘘つきね。どうだった、俺は消したっていうの。違う、いや電気消えたのは本当だけど、手握っただけじゃないでしょうが。私逃げるもん、こっからにいる。